どうも、鳥山です。鼻折れてます、ということで今日からですね、入院して手術、鼻の骨の折れた手術をしてということで、病院内は多分動画撮れないんで、写真だなんだとかで、あと退院の日に、どうなったかっていうね、ちょっとまとめてババッとこの動画で報告しようかなと思います。入院ね、人生で2回目なんですけど、前回も鼻の手術っていうね、とりあえず無事手術を終えることを祈っておりますけども、もう多分動画は退院後になると思いますんで、そちらの方でお会いしましょう。それでは。さあ、ということで無事退院いたしました。2泊3日の入院生活ということで、昨日ね、2日目はもう手術だったんで、全身麻酔なんで基本的にはもうご飯も食べずにね、いたんでね、1食ぐらいしか食べてないんじゃないかな。お腹空いてはないんですけど、実際でもとりあえず退院したっていう気持ちを味わいたくて、早速退院して速攻ね、ケンタッキー行って食べてきたんで、そちらの映像をまずどうぞ。よいしょ。もう、おいしい。食べてて鼻動かしてて痛くはない。うん、でも味が抜けないから、正直あんまり味わかんない。あ、そっか、こう抜けるから味ってわかるの。いや、美味しかったね。正直味わかんないですけど、今鼻にね、詰め物してるんで、鼻声だと思うし、味とかね、風味とか全くわかんないですけど、だから今すごい繊細な和食とか食べても何にもわからない、食感と大味だけわかるという感じで、とりあえず無事手術も終了して、退院できたんで、これからも定期的に病院行って、検査とかするんでね、とりあえず良かったかなと思います。